はい、あとどうしても密着することになるので皆さんの体温で蒸し焼きになりそうです。大人数で押しかけるのも迷惑かもしれませんけどね。ネネカさんと面識があるのは私たちだけのようですから取り次ぎますよ。もちろんご迷惑でなければ。彼女かなり警戒心が強いので、あなたたちだけで行っても会えないか、下手すれば侵入者と間違われて攻撃されますから。偏屈じゃからな、あれは。わらわが言うことでもないか。もっと優しくなでるがよい。とりあえず大人の姿になったぞい。お主とのスキンシップ以外にこの姿